大雨による災害は大まかに土砂災害、低地の浸水、河川の洪水の3種類あります。気象庁はこの災害の危険度を地図上にリアルタイムに表示して、災害の危険度が高い場所がどのように分布しているか、よりきめ細やかに確認できる情報を公開しています。そしてこの情報をもっと多くの人に認知してもらい、活用してもらうために愛称を一般公募し、3年前から大雨で危機が来るという意味のキキクルという愛称が付けられました。このキキクルと呼ばれる災害危険度の分布情報は、気象台が発表する大雨や洪水の注意報・警報の発表基準とも連動して、5段階で色分けして危険度を表示しています。大雨や洪水の注意報・警報が出たら、危険度分布情報を見て、よりきめ細かく危険なエリアを確認する習慣をつけておくといいでしょう。このキキクル、かなり細かい情報で、自分のいる場所の危険度がどんな状況なのか分かりやすいですし、なんといってもキキクルというこの名前、覚えやすいですよね。はい、そうなんですよね。もう危機が来るからキキクルなんですよね。危険が迫ることがこの名称からもとても分かりやすいかなと思います。警報や注意報などが出たときに、どれぐらい自分の身に危険が迫りつつあるのか、より詳しく把握していただくことで、命や財産に守る行動につなげていただければと思います。そしてこのキキクルという情報、気象庁のホームページでも見ることができるんですが、危険度が高まったときには天気予報の中でもお伝えしていくとともに、今ご覧になっているKRYテレビのデータ放送もぜひご活用ください。KRYテレビではリモコンの D ボタンでデータ放送の画面にしていただき、土砂災害危険度情報というメニューを選ぶと、危険度分布のリアルタイムの情報をご覧いただくことができます。インターネットの使い方がわからないという方に、ぜひこのような方法で情報を見ることができることを教えてあげていただければと思います。またKRYのホームページ、そしてスマートフォンにはKRYアプリでもキキクルの情報をはじめ、気象情報、防災、減災情報をいろいろな形でお届けできる仕組みを整えています。各種防災情報に今まで以上にアンテナをしっかりと張って、そしていざという時に何をすべきなのか、普段から想像力も働かせていきながら、これからの雨のシーズンに備えていきましょう。以上、エブリポ天気の見方でした。